レイナルド・アルバート・アルモーラ・ジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州ハヤリア出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。現在はフリーエージェント。愛称はティーコ。トロント・パン・アメリカン競技大会では、アルバート・アルモーラと表記された。少年時代は、キューバ出身の父の指導を受け、13歳から各世代の全米代表入りを果たした野球エリートであり、 6世代での全米代表選出は史上最多タイである。2012年の MLB ドラフト1巡目でシカゴカブスから指名されプロ入り。この年は参加のルーキー級アリゾナリーグカブスでプロデビュー。A-9 ボイシホークスでもプレーし、2球団合計で33試合に出場し、打率321.2本塁が11打点5盗塁の成績を残した。 2013年は A 級ケーンカウンティクーガーズでプレーし、61試合に出場して打率。329.3本塁が23打点4盗塁の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2014年は A 級デートナカブスと AA 級テネシースモーキーズでプレーし、 2球団合計で125試合に出場して打率、270.9本類が60打点、6盗塁の成績を残した。2015年は AQ テネシーでプレーし、106試合に出場して打率27、272.6本類が46打点、8盗塁の成績を残した。シーズン中の6月30日にカナダのエイジャックスで行われた。 トロントパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出されている。2016年はトリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎えた。6月7日にホルヘソレアの故障者リスト入りに伴ってメジャー初昇格を果たし、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦に手代打でメジャーデビュー。翌日の同カードでは6番左翼手で先発起用されメジャー初安打と 初補札を記録した。この年メジャーでは47試合に出場して打率、277.3本類が14打点の成績を残した。2019年は開幕から性右翼手であるジェイソン・ヘイワードと併用で中堅手として出場するも中堅守備の指標でチームワーストとなるウザーマイナス2.5、デフマイナス1.1、DRS マイナス五を記録し、 8月以降は、守備固めや代打としての出場が多くなった。それでも130試合に出場し、打席数こそ減少したが、自身初となる2桁本塁打を記録した一方で、打率、236、出塁率、271、超打率、381と、精細さを欠いたシーズンとなった。2020年オフの12月2日にノンテンダー。 FA となった。2021年2月10日にニューヨークメッツと125万ドルの単年契約を結んだ。オフの10月7日に FA となった。野球 IQ に秀でており、中堅守備は名手級。反面、総合力は高いものの、目を引くツールは、その守備力だけであり、スケールには欠ける。父はキューバから亡命した元野球選手。 その父のもとで3歳の時から野球を始めた。現役 MLB 選手のマニー・マチャドとは非常に親しく血縁関係はないがいとことみなしている。マチャドは自分たちが子供の頃からの夢だったワールドシリーズ優勝を共に戦って制覇したいと語っていた。ありがとうございます。